皆さんこんにちは、ペソでございます。ポポロクロイス物語続きやっていきたいと思います。前回ねカロンさんにやられて全滅しちゃいましたけどね、今回はちょっともうちょっと頑張りたいと思います。そうだ、買い物できるうちにやっとこうか。ここだったね。288。まあまだいいか。下だったよね。で上、あれここ違った。もう一個次か。違うな。
こっちだね。ごめんなさいね。おお、死んだ。で、一旦下に降りてから、そうだね、こうですよね。で、上上がりの、あれ、ここじゃなかった、あ、ここじゃないや。あーはははいけるか、逃げれないな、これは。ああ、間違えた。ジャンプ切り。オッケーオッケー、危ない危ない。なんかここに上がってくるとまずいんだよね。ぐーっと遠回りして、あお、で、こっから降りて、
ああ、そうそうそう、ここだね。うん。ここなんですけど、おう、敵出てきちゃった。逃げれないよね。うん。いや、防御だね。ちょっと待ってね、ここ行く前にもう一個行ける場所があったと思うんだけど、これは？あ、来たとこか。戻ってくるんだね。ジャンプ切り。あ、一発で死ぬんじゃないかな。ああ。神々ミサイル。一。ジャンプ切り。まだね、ドラゴンのバッジが拾えてないんですよね。もしかして。ああ、ないよね。
殺技かけていかないとね、まずいですね。こっちね。風の刃。ジャンプ斬り。いやいやいや、戻ってるこれ。そうだよね、戻る道へ行ってるから、まあ逃げれるかな。逃げたい。 OK。 これ逃げれるんじゃない？あ、逃げれない。オッケー、ドロップあった。炎の守りね。もう登るしかないんで、あとはドラゴンのバッジがやっぱりどっかにあるはずなんだけどね。わあ、やばいね。
神さん亡くなった。そうだ。かかったね。うん、そしたらアイテムで、うん、ここでちょっと一旦終了したいと思います。ナルシアさんがちょっと鬱陶しいね。こちょいで、はい、うん、ではここで終わりたいと思います。ありがとうございました。さよなら。